チェスジョン、チェスジョンは大韓民国の男性俳優。身長174センチメートル、血液型 B 型。妻は女優のハヒラ、ソウル特別市出身。1987年、愛が花咲く期でデビュー。ドラマの大ヒットとともに、彼の人気も上昇していった。その後、青春スターとして、数々のドラマ、映画に出演した。特に、 1996年に主演した初恋では最高視聴率65.8%を記録し国民的俳優への仲間入りを果たした。転機となったのは2000年に出演したダイソー王権での暗言役である。彼が歴史上の有名人でもある暗言を演じることに当初視聴者の多くは否定的であった。 現代劇のイメージが強く、動画で二重まぶたの風母がワンゴンのイメージとかけ離れているという意見が多かったからである。しかし、彼の努力と卓越した演技力がそうした否定的意見を抑え込んでいった。結果、大層王権は全200話最高視聴率60.2%を記録する大ヒットドラマとなった。自身も2001年 KBS 演技大賞。 大賞を受賞する栄誉に輝いた。以後、時代劇での主演を務めるようになり、そのいずれもが高視聴率を記録し、いつしか、スジョン腐敗、韓流時代劇王と称されるほどの時代劇の第一人者となった。ありがとうございます。